サンディエゴ、オールドタウンのエンチラーダのモーレ添え、エンチラーダエンチラーダは、トウモロコシのトルティーヤを巻いて、フィリングを詰め、唐辛子のソースをかけた料理。複数系のエンチラーダス、またインチラーダ、インチラーダスとも表記される。フィリングには、肉、チーズ、豆、ジャガイモ、野菜、魚介やそれらの組み合わせ等、様々な具材が使われる。 レアルアカデミア・エスパニョーラが定義するエンチラーダとは、エルサルバドル、グアテマラ、ホンジュラス、メキシコ、ニカラグア等で使われる言葉で、トウモロコシのトルティーヤに肉を詰めて巻き、トマトと唐辛子のソースをかけたものを意味する。エンチラーダという言葉は、スペイン語で、唐辛子を加えるという意味のインチャイラーという動詞の過去分詞である。エンチラーダは、メキシコに由来する。 人類学的な証拠によって、メキシコ盆地に住んでいた人々は小さな魚を包んだトルティーヤを食べていたことが分かっている。スペインのコンキスタドールのベルナルディアスデル・カスティリオは、コヨアカンでエルナン・コルテスにもてなされた宴で、トウモロコシのトルティーヤで料理が出されたことについて、記している。19世紀には、1831年に、出版されたメキシコ最初の料理書。 エル・コジーナ・ロメイ・ヒーコの夜百8 4 5年に出版された DX ・ヨナーヨでコッシーナの中にエンチラーダについての記述が見られる。主にソース、フィリング、形によっていくつもの種類のエンチラーダがある。コスタリカのエンチラーダはパイ生地にスパイスで味付けしたサイコロ状のジャガイモを詰め、タバスコ等のソースをかけたものである。主に午後のコーヒータイムに食べられ、 国中ほぼすべてのパン屋で購入できる。鶏肉やミンチを詰めたものもある。ありがとうございます。